中国で景気の冷え込みが指摘される中、上海で見本市が開かれ、初参加した日本企業は逆風は追い風と事業拡大に意欲を示しました。個人消費の低迷が叫ばれる中国市場なんですが、こちら衣料品などを展示するエリア、熱気で溢れています。中国国際輸入博には全体の1割以上を占める350の日系企業が参加しています。無印良品は地方への事業拡大を目指し初めて出展しました。まあ、確かに今ピンチです。景気もですね、そんなにいいわけではないです。ですけれども、やればその利益になることがまだまだ目に見えてますので、まあ、チャンスとも言えるということですね。無印良品は品質のいいものを必要な分だけ買うトレンドは追い風だとし、中国大陸で年間50店舗のペースで事業を広げる計画です。